中川村は、長野県上稲郡の南部に位置する村。牧が、原京より望む中川村の風景、南向井発電所腰渋子前村長による、無防備都市宣言の発議2010年1月29日、前村長の蘇我一郎が、行政公式ホームページを利用して、中川村の無防備都市宣言を公式に発議した。村長からのメッセージによれば、蘇我の発議のきっかけは、 在日米軍基地の再編問題であると述べている。その上で、無防備都市宣言は、あちこちが基地候補地として取り沙汰される状況において、市町村の側から先手を打って、意思表明をすることができる、日本国憲法の根本精神にのっとった宣言で、あるという自説を展開し、新しい時代を切り開くべき時だと主張している。宣言に至るまでの道筋について、曽我は、 ことの性質上から、住民の側から議論が起こり、署名が集まり、住民からの直接請求を県議会で審議する、というのが、理想的だと、発議者である自身は主たる役割を担わないことを、表明している。蘇我によれば中川村の有権者数は4300人、足らずであるから、86人の署名で、地方自治法が定める直接請求条件を、クリアするとのことである。 中川村文化センター、図書館中川村社会体育館中川村武道館、孫氏編山室中川村グラウンド中川、中学校医の田島駅4徳大橋坊学僧、長大な八の巣、全長4.1メートル、大草城市公園中、川村歴史民族資料館アンホールメル中川村、美術館、ありがとうございます。